皆さんこんにちは、ワンダルクルフィジです。では今回は提督の決断法パープキット、こちらを久しぶりに新しくプレイをしていきたいと思います。提督の決断法はこれまで何度もプレイをしてきているんですけども、今回は少し趣向を変えてですね、ドイツを使って、しかも潜水艦にのみ使える艦艇を縛ってプレイをしていきたいと思っています。なので今までにないかなり苦しいプレイになるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんからですね、アドバイスとか感想とかたくさんいただけたら嬉しいなと思います。では早速シナリオの方を選択していきます。今回はですね、1939年9月スタート軍狼作戦のシナリオを選択していきます。で、陣営はデフォルトの陣営でいきます。アメリカ、イギリスとドイツ、日本という形で分かれて戦います。ただこの1939年9月軍狼作戦開始直後はですね、アメリカも日本も参戦していないという状態からスタートしますので、まずはイギリスとの正面衝突、正面決戦、まあ、そういう戦いになるんじゃないかなというふうに思っています。では早速始めていきましょう。で、先ほどお話した通りですね、今回は U ボート、まあ、潜水艦に縛ってプレーをしていくということなので、潜水艦以外の艦艇はもう思い切って全部廃棄していきたいと思います。で、その廃棄した資源を使って U ボートを大量に生産していくというね、そういう作戦になります。ではまず最初の作戦会議です。攻め込める場所はですね、あらかじめ提案された3つの中から1つ選ぶ形になります。1つ目が1ヶ月で北海、2つ目が3ヶ月でジブラルタル、そして5ヶ月でアラビアという3つあるんですけども、ここは無難にまず北海を選択しておきましょう。で、もう一つ最初にお伝えしておくのがですね、地中海なんですけども、ここもドイツ軍の国旗が立っているんですけども、まあ、実質ここに配置されているのはイタリア海軍ということもあるので、これをね、破棄していく必要があるんですが、母港がですね、このバルト海にドイツの場合設定されていて、この母港にないと廃棄ができないので、地中海に展開しているイタリア海軍はもう使わない。もしうまくですね、バルト海とつなげることができたらバルト海に移動して廃棄していきたいと思います。なのでここにいる第16艦隊、そしてイタリアにいる第13、第14艦隊、西地中海にいる第15艦隊以上に関しては出撃をさせないということで、当面の間運用をしていきたいと思います。ではまずバルト海にいる戦力なんですけども、ここから処理をしていきましょう。基本的には全部水上部隊になっていますので、これも思い切って全部ですね、見張り艦に戻して一気に廃棄をしていきたいと思います。廃棄した資源、これを使って U ボートを作っていこうという作戦ですね。同じく第3艦隊に関しても同じ、一度母港バルト海に戻して、その上でバラしてしまいたいと思います。で、あとバルト海はですね、すでに、まあ、奥だった場所にある関係もあって、敵から攻められる心配がないので、このバルト海に置いてある航空戦力ですね、これを一度引き上げて最前線に配備していきたいと思います。ではそのあたりの操作やっていきます。では艦隊ご紹介したいと思います。まず第一艦隊ですね、これはもう用意されていた潜水艦をかき集めてきた第一艦隊。第三艦隊に関してはですね、この後バルト海に戻してここで全部廃棄します。第四艦隊はもともといたデンマーク沖にいる潜水艦隊ですね。そして第13から第16艦隊までがイタリアにいる艦隊なので、これまあいじりようがないので出撃はさせないという前提で置いてあります。では続いて各基地なんですけども、イタリア海軍が今いる
地中海に関しては、航空機を大増強かけて、航空戦力で守りきります。仮にですね、例えばこの西地中海に、イギリス軍が攻め込んできた場合を、イタリア海軍の艦隊は出せないので、航空隊でここを防衛するという作戦になります。では続いて、建造を行っていきましょう。建造するのはまず絶対に忘れてはいけないのが揚陸艦ですね。揚陸艦に関しては、唯一敵の基地を攻撃できる、そういう戦力になりますので、これがないとですね、潜水艦隊だけでは、敵の艦隊は撃滅できたとしても、まあ、残念ながら基地の攻略、その地域の制圧ができないということになってしまいますので、揚陸艦はもうあらかじめね、数をそれなりに用意をしておきます。で、潜水艦ですね。今3タイプ用意されているんですけども、まあ、一番対艦攻撃力が高い、かつ航行速度も一番出るですね。こちらのタイプ、これを量産していきたいと思います。で、この後はですね、投資をしっかり行って、魚雷なり、潜水艦の型なりっていうものを開発していこうというふうに思っていますので、それまでのつなぎとしてはですね、これを大量に建造していきます。はい。まずはこちらの型の潜水艦を60隻用意します。2週間後に完成します。2週間の間はとりあえず現状を維持して、2週間後にね、一気に戦力を解放していこうというふうに思っています。技術開発はマックスに投資を行います。兵器開発もですね、今空母、来ているんですけども、空母はやる必要ないかなと思いますので、航空機の方の開発だけ行っていきたいと思います。まあ、艦長タイプの戦闘機は必要ありませんので、今回は陸上タイプのもののみに選定をね、絞って進めていきましょう。では、これで時間を進めていきます。情報数は北海、それとドーバー海峡に入れてあります。まあ、序盤でね、攻め込まれないといいなという感じはしますけどね。まずは敵、連合軍の艦隊がデンマーク沖に侵攻してきたので、これを叩いていきたいと思います。まあ、叩けるのかというのが一番の問題なんですけどね。さあ、久しぶりだな、この感じね。敵の位置を探っていく必要がありますが、どこにいるかがちょっとまだはっきりしないですね。敵の航空戦力の出どころを見るとこの辺りにいそうなので、潜水艦隊をそちらの方に振り向けます。偵察機も飛ばしましょう。このデンマーク沖はそこまで艦隊用意していなかったので、かつ航空戦力も増強をあまりしていなかったところなので、このまま爆撃を受け続けると少し危ないかなっていうね、感じもしますね。さあ、偵察機が敵の艦隊を発見してます。まあ、柔らかい艦隊ではないなっていう感じがしますけどね。潜水艦隊のも敵の艦隊発見してます。魚雷の射程に入ったら仕留めていきましょう。まあ、一番嫌なのが敵の駆逐艦にね、してやられるというのが一番嫌なので、敵の駆逐艦を先に見つけたら、魚雷を全力で撃っていきましょう。本当に嫌なのが敵の駆逐艦ですね。今のところ敵の駆逐艦近づける前に撃破が進んでますけど、このままうまくね、敵の駆逐艦を近づける前に撃破できていけば、敵のこの艦隊を無力化することもできるので、やっぱり敵の駆逐艦をね、最優先で仕留めていくというのが大事そうですね。では航空隊の方にちょっと目を移しましょう。航空隊の方ですが、今すべて爆撃隊でですね、護衛機も含めてね、ちょっと数が少ないので、航空隊の方の戦果というのはあまり期待できないかもしれないですが、それとも爆撃機が全部で46出てますね。うまく敵の艦隊を沈めてもらえれば嬉しいかな。弾を撃ち尽くした潜水艦を撤退します。ここにいても
戦力を削られてしまうだけなので、打ち尽くしたら急いで撤退しましょう。あとは基地航空隊に任せます。ちょっとこのままだとデンマーク沖取られてしまいそうなので、時間を戻してもう一回ここに戻ってきます。潜水艦隊の数を2つに増やしました。これでなんとか防衛できたらいいかなと思います。どうしても数的に不利な状況は出てくるとは思うので、まあ、そこでどれだけで潜水艦を固めて集中運用できるかということになってくるかなと思いますので、まずは潜水艦で集中運用して敵の主力艦を潰してですね、敵を撤退に追い込むというのを考えていきます。で、次のターンで60隻の潜水艦が新たに竣工できるので、そしたら一気にねパワーバランス覆せる可能性あるので、このターンをなんとかデンマーク沖守りきるというのに執念を燃やしていきましょう。さあ、敵の偵察機の行く先に、降りる先に敵の艦隊がいると見て間違いないと思うので、その方向に向けていきます。敵の偵察機にね、我々の位置は完全にバレてしまったとは思うので、敵の駆逐艦が寄ってくる前に敵の大型艦を潜水艦でできるだけダメージ与えて撤退に追い込む、ちょっとそういう戦術でいきましょう。さあ、敵を発見してます。ここはまず第1艦隊第2艦隊、まあ両方とも潜水艦隊になりますが、これで敵をね、撃破していきます。まず第1艦隊の方から魚雷が発射されてます。魚雷を撃ち終わったら撤退してもらいますからね。ちょっとね、画面見づらい状況だと思うんですけども、今敵の潜水艦、敵の艦隊に向けて味方の潜水艦が一斉に魚雷を撃ち込んでいるという場面です。第2艦隊の方からも魚雷を発射していきます。この辺は送還をしっかり行ってですね、一番敵に効率よくダメージが与えられるように頑張っていきましょう。駆逐艦とか軽巡の場合だとですね、魚雷の発射管が横についていることが多いと思うんですけども、潜水艦の場合は正面から撃つことになりますので、敵のね、艦隊に向かって垂直に向くようにしていかないと思ったような魚雷が発射できないということはありますので、そこはねしっかり注意をしていきましょう。敵の空母がいますね。この空母を一つ目標にしていきます。味方の基地航空隊からも部隊は出てきてくれています。まずはこの敵の空母を仕留めましょう。さあ、魚雷を撃ち尽くし終わったら撤退します。ここですね。第一艦隊はもうすべての魚雷を撃ち尽くしたので、あとは第二艦隊が敵の駆逐艦と差し違えてでもこの空母を仕留めましょう。この空母アークロイヤルを沈めると一気に戦局変わってくるかなと思いますからね。潜水艦何機がね無事に戻ってこれるかというのはあるんですけども、ここはちょっと無理してでも多くの敵の艦艇をね沈めたかったところなので、まあ一旦よしとしましょう。敵の空母も右舷を大破させてるので、なんとかね撃沈できたら嬉しいですよね。これでもちょっとデンマーク守りきれなそうですね。そしたら次は、航空戦力を大増強していきます。これでまた戻ってきます。さあ、戻ってきました。ここなんとかしのぎたいので頑張ります。近づいてくる敵の艦艇をまずはね確実に仕留めていきましょう。で、今回敵が夜に侵入してきてくれてるので、まあ、その分多少楽にはなってるのかなと思います。しかも結構割と近いところにね敵が出現してくれているので、潜水艦隊で一気にこれを撃破するにはうってつけの場所に出てきてくれてはいます。こんだけね魚雷を打ち込んでるので、もうちょっと戦果が上がってほしいなというところではあるんですけどね。
潜水艦の魚雷どうしても弾切れが激しいので、弾が切れてしまうとね、もう使い物にならないということを考えると、できれば無駄な弾がね出ないように運用はしていく必要がある部分ではあります。さあ昼間、まあ、夜が明けたという方が正しいですね。夜が明けましたので基地航空隊を出して敵が近くにいるものから撃破をしていきます。いや潜水艦縛り思ったよりしんどそうだな。敵の駆逐艦に潜水艦が駆られ始めてますね。敵の空母も接近してきてる様子が見えます。いやこの艦隊量か、敵の艦隊多すぎるな。デンマーク一度諦めなきゃいけないのかな。2ターンで生産できるものが一番短いものなので、これ以上短くするっていうのがちょっと現実的にできないので、なんとも悩ましいところですね。さてどうしたものか。さらに航空機の数増やしますか。はい、今回はですね、デンマーク沖に爆撃機を120機ほど配備したことによって、そもそもデンマークに連合軍が攻め込んでこなかったです。これは大きいですね。なんで北海の攻略に着手していきたいと思います。まずは引き返してきたこの第三艦隊ですね。この第三艦隊に関しては全て未配備化に戻して、そして廃棄先にしちゃいましょう。航空機を爆撃機を大量に作ったことによってお金が足りなくなってですね、少しばかり作る潜水艦の数が減りました。さっきまではですね潜水艦60隻を作ったんですけども、48隻しか作れなかったので、まあ約3個艦隊分というところですかね。ちょっとそこだけ注意が必要かなと思います。ではさらに潜水艦を作っていきます。潜水艦の弱点はね、やっぱり駆逐艦とか、まあ、巡洋艦と違って魚雷の弾数制限があるっていうところ、まあシビアって言った方がいいのかな、弾数がシビアであるっていうことと、足が遅いので敵に捕まったら壊滅するっていうことがあるので、まあ、ある程度数はですね、それなりに揃えておく必要があるかなと思います。2週間で作れるとはいえですね、いざ戦力がすり減ってしまったら2週間ですら防衛するのか厳しくなる、まあ、そういう情勢も出てくると思うので、まあ、序盤投資を抑えてでも多くこの潜水艦を用意しておきたいかなというところですね。そしたら新しく編成した潜水艦隊ですね、 1,2,3,5,6 と全部で5つの潜水艦隊ありますので、これをまずはデンマーク沖に移動させます。で一部はですね揚陸艦も用意してありますので、揚陸艦も使っていきます。北海の情報がちょっと見えてこないのが不安ですかね。では今回は北海の方に部隊を進めていきましょう。では部隊を進めていきます。北海です。まあ、敵の艦隊が一番怖いので、敵の艦隊がいなそうな時間を狙っていきましょう。それとですね、今回揚陸艦合計8隻用意してきてます。でこの揚陸艦はですね、できるだけ早く敵の基地を発見して、攻略部隊を送り込んでですね、そこでお役御免という形にしたいかなと思います。さあ敵艦発見してる。いやーここで敵艦発見か。敵の潜水艦を倒す術がないからだ。残念ながら敵の潜水艦は遠ざかっていってくれたようですね。ただ我々の位置はバレたと思うので、敵の艦隊がこの後グッと来ると思った方がいいとは思います。了解。なのでちょっと一刻も早くですね、敵の基地を先に叩きましょう。
さあ敵艦発見してます。ちょっとあれだな、まずいことに揚陸艦がいるのでちょっと揚陸艦だけ撤退させましょう。貴重な揚陸艦をここで失うわけにはいかないということですね。いやちょっと舐めてたな、この潜水艦縛り想像以上にきついな。やっぱりしっかり夜明けのタイミングに、まあ、重なってしまったっていうのが良くなかったかな。夜のうちにやっぱりね、あの敵の基地に近づいていくっていうのがセオリーだと思うんですけど、今回ちょっとそこがうまく時間的に噛み合ってなかったですね。揚陸艦が一艦だけたどり着けそうかな。なんとかね、この一つの飛行場でも揚陸艦、揚陸部隊一隻一部隊だけだとちょっと厳しいかなっていうところですね。ちょっともうちょっと根本的に練り直してくる必要ありそうだな。今回はもう完全にタイミングがバツでしたね。もうちょっと夜のタイミングに合わせて、ここにね入ってくる必要があったかなと思いますので、ちょっとそこはしっかりやり直していきたいと思います。いや潜水艦縛り思った以上にきついな。